コーソシエダ現地サポから嘆きの声、こんなん久保どっか行っちゃうじゃん。アルメリア戦でも竹は大活躍を見せた。ボールを受けた竹はカットインし、対面するサムコスタを剥がすばかりか、アルメリアの守備陣全体を揺さぶると、左足を一閃。シュートはこう描いてゴール左上に突き刺さった。まさにゴラッソだった。試合後、あのエタを後にするファンから口々に、このままでは長くソシエダでプレイすることは難しいだろうと諦めにも似た嘆きが聞こえてきた。竹は今やチュリウルディンソシエダの愛称のキングなのだ。現地ファンにもこんなん思われてんだな。特に直近5試合バグってるからね。この間のバルサとマドリードの試合も3から4人に囲まれても凛々しかった。CL に出場できるようになれば、ソシエダも増える収入から現有戦力の維持と多少でも戦力補強をするだろう。久保は最短でもあと1シーズンはソシエダで活躍が一時的なものではないことを証明し、CL でも実績を残した方が移籍後のチームで舐められないで済む。現地サポさん安心してください。竹はソシエダ気に入ってますよ。レアルバルサの久保が見てみたい定期。環境としては最高だからね。最高の環境から離れるのはリスクを伴うので、本当はあと数シーズン残った方が良いと思うな。まあ遅かれ早かれ。ビッグクラブへ行くだろうな。